これは日文系の授業ということで、なんか日本語で、授業をしろということなので、日本語でやらせていただきますけれども、皆さん、なんというかこう失礼な言い方になりますけれども、全く問題ないでしょうか。私なるべくなんというか、できるだけ皆さんに、分かっていただきたいと思っていて、あるいはこうやって日本語で最初に話をして、その簡単な内容をもう一回中国語で話すなんていうようなことをやった方がいいでしょうか。ただそれは時間がかかってしまいますし、日本語を聞こうという勉強のためにはあんまり良くないかもしれないと思っていて、なかなか頭が痛いところなんですけど、まあちょっととにかく最初日本語でやってみます。もし皆さんとにもかくにもですね、どっかそのよくわからなかった、ティンブトンなんていうようなところがありましたら、すぐに聞いていただければ、もう一度言うなり、中国語で言うなりしますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは初めましてということで、私半年間、この事業を担当いたします。大木康と申します。まあ、中国とか台湾に参りますと、私の名前はダームーカンだと思われているんですけれど、実はそうではなくてですね、これは大木というんです。このカンはなかなか難しくてですね、これはヤスシというふうに、読みます。ですから大木と申します。よろしくお願いしたいと思います。でこの事業は、一応その民進、実は事業をするにあたってですね、どういう漢字を書いたらいいのかというのもしばらく考えました。台湾での事業ですから、この文学の学という字はですね、ファンティーツーで書くべきだろうとも思ったんですけれども、一応日文系の事業ということで、日本ではこれは多分ご存知のように、常用漢字という、よく見てください。この漢という字も本当は違うんですよ。これは日本式の書き方ですからね。この、常用漢字というのがあって、これが一応日本で決まっている、漢字の書き方、字体とかですね、読み方やなんかも一応決まっているわけです。ですから、日本語として、授業をやって書くには、この日本の常用漢字に従うのがいいかなとひょっとして思ってですね、そうやってみます。ファンティーツーというか正しい字で書くのが本当はいいんだろうとも私も思うんですけれど、そういう考えで、ちょっとやってみたいと思います。はい。それでこれは、私自身の専門、というのが中国文学、特にこの、民進時代の、文学ということで、自分の専門に近いこのことを、お話をしたいと思っております。で、この民進時代の、中国の文学と、その
時代の、まあ、日本の文学というものの、まあ、比較ということを、まあ、中心に、お話をしたいというふうに考えております。で、これは、まあ、いわゆる比較文学という、まあ、やつになるわけですね。比較文学という話に、まあ、なるわけなんですけれども、今回この授業で、一つちょっとそのなんか面白いことを考えてみようと思いまして、一つのテーマとしてですね、漢文訓読という、ことをちょっとやってみたい。あるいは、まあ、漢文訓読法と言ってもいいんですけど、その漢文訓読ということを考えてみたいと思います。でこれはまた後で、この訓読っていうのは何かというお話は説明をしたいと思いますけれども、まあご存知のように中国語と日本語というのは全く別の言葉ですね、全く別の言語で、しかし昔から日本人は、中国の本を、まあ、書物を読んで、来たわけです。で、その時にまあ本当でしたら中国語を勉強して、その本を読むというのがまあ当然のやり方なんだと思うんですが、まあ我々はその中国語を勉強しなくても漢字の本が読めると、中国語の本が読めるという、まあ、そういう一種のまあ翻訳法でしょうかね、まあ、そういうのを発明してずっとやってまいりました。これが漢文訓読というやつですから、例えば今回その明清時代の文学と日本文学ということを考えたときに、実はもう大多数の日本人はまあ、明清時代の文学作品を読むときにこれは中国語で読んでないんですね。この漢文訓読法で、日本語に翻訳をして読んでた。まあ我々ちょっとその昔の日本人にこうなったつもりでですね、この比較文学というのをちょっと考えてみようという、まあ、そういうテーマであります。で今日初めにそれで一応この明清の文学と日本文学というテーマでは主として日本の、まあ、いわゆる江戸時代ですね、江戸時代の文学作品というのが、まあ、中心になると思いますけれども、まあ、ちょっとまあ、これは復習みたいなものですけど少しこう簡単にこの時代の、まあ、歴史というのを復習してみたいと思います。中国ではですね、まあ、明代というのが、まあ、いわゆる年表的に申しますと、1368年から、1644と、大体、まあ、約300年ぐらい、まあ、続いているわけですね。でそれから、清という王朝、まあ、これが、本当は、まあ、いわゆる満州族の王朝はもうちょっと前からありますけど、まあ、清朝が、まあ、中国全体を、まあ、統一するようになるのが、まあ、明が滅んだ後の1644ですから、まあ、一応そう書いておいてですね、1911年までという、まあ、これもまた300年ぐらい、まあ、続いているわけです。でこの時代の、まあ、日本はですね、大体、明代が1368、まあ、このぐらいに始まるわけですけど、1333年という年ですね、まあ、歴史の授業みたいな。でこれは鎌倉幕府という、鎌倉時代というが滅びます。で、
まあ、鎌倉この前はですからいわゆる鎌倉時代ということになります。この鎌倉時代のこの鎌という字なんですけど、この字漢字にない、中国の漢字にないですね。こういう字です。日本では鎌倉ってこういうふうに書くんですけど、中国語でこう、反対字でもこうこれを入力しようと思うと、必ずどうしても、このこれがついた、鎌という字になってしまうんですね。まあ多分意味は同じで、新しい字を作るわけにもいかないので、私も鎌倉時代って書かなきゃいけないときは、まあしょうがないこの字を入れるんですけど、本当はだから この字なんです。だから、日本の地名としてもこの、なんですか、まだれというのがないこの字ですね、鎌倉幕府。それで、その後本当に短い期間ですが、南北朝時代という、時代がありまして、まあ、これは中国にも、まあ、魏晋南北朝ですね、ウェイチン南北朝、ありますけど、まあ、日本にも北朝の天皇と南朝の天皇と、まあ、2人の天皇が出てきてこう争ってたという時代があります。で、まあ、そういうことをやっているさなかですが、1338年という年に、いわゆる室町幕府室町時代というのが始まりますね。室町時代というのが始まる、まあ、室町時代、まあ、室町幕府というのがあったんですが、まあ、あんまりこう強いといいますか、幕府ではなかったようで、政権ではなかったようであります。で、特にですね、大体これができて100年ぐらい経ちまして、1467年から、まあ、大体10年間ぐらいですね、応仁の乱というこの王は因害の因という字ですからね、なんかものすごい簡単になってますね日本語はね、この因という字です、この字ですから、応仁の乱というのがあります。でこれは応仁の乱はこれは主として、京都、室町幕府は、まあ、都は京都にありましたので、金閣寺とかね、ああいうのはその時代のものです。その、応仁の乱というのは、まあ、主として京都が戦場になっておりました。で京都というところは日本でも面白いところで、まあ江戸幕府じゃなくて江戸時代の終わり頃に、まあ、少し戦争はありましたけれど、案外こう戦争がないところなんですね。それで、この間のその、まあ、いわゆる、第二次世界大戦の時に、まあ、東京にしても大阪にしても、まあ、アメリカ軍がこう爆撃で、すっかり焼けてしまってますね。でところが京都とか、まあ、奈良は、まあ、やっぱり古いお寺なんかがたくさんあるということで、アメリカ軍もその爆撃をしなかったわけです。ですから、今でもですね、これ面白いんですが、京都に行って、京都の人が、この間の戦争というんですね、この間の戦争って一体何だ、この応仁の乱だって500年600年ぐらい前の話なんですが、それまでこう案外平和だったということなんですね。本当か嘘か分かりませんけどね。まあ、とにかく第二次世界大戦の時には、まあ、京都は、まあ、比較的無事だったということは確かだと思います。で、この応仁の乱があって以来、まあ、日本はいわゆる戦国時代というのに入ります。この室町時代ですから、こう大体見ていただくと鎌倉幕府が滅んで、
室町幕府の時代になるっていうのが、まあ、ほぼですけど、あの中国の、まあ、明代の始まりと、まあ、30年ぐらいの違いですね、ほぼ重なっているわけです。この明代、この室町幕府は、まあ、足利という、まあ、将軍ですけれど、その足利将軍は明王朝と、まあ、貿易をしたりして、日明貿易というね、結構やる危機があったわけです。で、戦国時代に入りますが、ちょっと消してしまう、1573年という年に、この室町幕府が、滅びます。室町幕府が滅びます。まあ、その後がまあ、この室町幕府を最終的に滅ぼしたのがいわゆる織田信長という人ですね。この後、まあ、織田信長、それから豊臣秀吉と、まあ、こう時代が、下って、そして、1600年という年、これまさに中国の明代にあたりますね。こう万暦何年という時代になります。で、この年に、まあ、いわゆる関ヶ原の戦いという、天下分け目の、まあ、要するにこの豊臣氏の勢力と、それからまあ徳川の勢力ですね、まあ、それが、東軍西軍と分かれて戦ったというのがその関ヶ原というと。この関ヶ原というのは今でも新幹線に乗りますと関ヶ原というところを必ず通るんですね。東海道新幹線で関ヶ原という、でこれ不思議なところで、だいたい名古屋を出て岐阜を出て、まあ、それから、ちょっとこう坂道になるわけですね、東京の方から行くとね。それでこう米原の方へまた下っていくわけなんですが、東京名古屋あたりまでものすごいいい天気で、まあ、冬の季節に新幹線に乗りますと、名古屋あたりまでものすごいいい天気で、走っていくとですね、大体この関ヶ原に行くと雪が降ってるわけです。必ずと言っていいくらいに雪が降っていて、それで、またさらにその先に行くといい天気になると、なんか日本でもこの関ヶ原っていうのはなんかかなりこう不思議なところですね、これはね。でそこがまあ戦場になった、東西のその戦場になったっていう。で、その結果、まあ、徳川家康が勝ちますけど、1603年に徳川幕府というか、まあ、江戸幕府が成立するという、まあ大体そういう大きな流れになってますね。で、まあ細かいことを言うとまたですけど、大体その江戸時代が始まって。まあ、約40年ぐらい経ったところで、明王朝が滅んでいるということです。だからこの辺り、なんていうか、少しはずれはあるんですけれど、まあ、中国で、まあ、日本のがちょっと早いんだよね。鎌倉幕府が滅んで、室町時代になるという時代がまさに元王朝が滅んで、明朝になるという時代とほぼ重なってますし、それから、今度江戸幕府が成立をするという時代がまた、明から清へという、移り変わりの時代と、まあ、ある程度重なっているという、まあ、でその間大体200年から300年ぐらいはそれぞれの王朝が続いているという、まあ、大体こう、アジアの、まあ、東アジアの国というのは、
大体同じ時期にですね、そういう王朝の交代というのがあるようです。朝鮮、いわゆる朝鮮朝、まあ李朝と言ってますけど、あの朝鮮朝も、これは1392年という年に成立してるんですね。ですから、明王朝とはこれまたちょっと30年ぐらい後になりますけど、やっぱりその14世紀というその同じ頃に、王朝が新しい王朝ができているというね。ですからなんか多分なんか関係があるんでしょうね、お互いに、まあそういうような大きな流れということになります。で、そういう時代の、まあ、文学作品ということを考えてみますと、この室町時代ですね、まずはこれはもう鎌倉時代から、室町時代、さらに江戸にかけても非常に、まあ、重要なことというのが日本で、いわゆる五山文学というのがあります。でこれは五山というのは京都五山、鎌倉五山と、まあ、要するに禅宗の、お寺ですね、ちゃんぞん禅宗のお寺で、その格の高いお寺が、5つ、まあ、あるわけですけれども、その五山というのが、まあ、当時の、まあ、学問の、まあ、いわば一番最先端の場所だったわけです。で、お坊さんは、お経を読みますから、もちろん漢文が読めるわけですね。でその漢文をお経だけではなくて、中国の経書、いわゆる儒教の経書でありますとか、あるいは詩ですね、なんかも読ん でお坊さんが、まあ、自分でも詩を作った、これは漢詩を作るわけです。中国の詩を作るわけで、そういう、まあ、この五山の文学というのが、大体鎌倉時代から室町時代にかけて、日本であります。これはもう全くの何て言うんでしょうね、まあ、いわゆる漢文学というやつになりますね。五山のお坊さんが、書いたり作ったりした詩というのは全部これはいわゆる中国語文言の、つまり古典詩であり、文言の散文ということになります。まあ、こういうような、まあ後でこれはまあ今回重要なテーマになりますけど、いわゆる日本漢文学って言われてる分野があるんですね。でこれはまあ後でまた申しますけど、日本人はいわゆる日本語で、いわゆる日本語で、文学作品を書きもするんですけど、一方でこの漢文で、詩を作ったり文章を書いたりもしています。でこれはですから、まあ、そういうのがいわゆる日本漢文学といわれるものの、まあ、作品、これはもう非常に膨大な、作品が実はあるんですね。でところが今までこの日本漢文学っていうのはあんまり研究されてこなかったところがあります。これなぜかというとですね、これ多分理由は簡単で、日本のその文学部の中で、日本文学科、まあ、いわゆる日本文学を研究している学科っていうのはありますね。日本文学科で日本文学科の人たちは、これは漢文だから私たちはやらないっていうわけです。これは漢文だからやらないと、私たちはその日本語の文章を読むのでもう忙しいというわけですね。源氏物語とかなんかそういうのを読むので忙しい。で、一方その中国文学科っていうのがあるわけです、まあ、我々のところです。で我々のところは、中国の人の作品を読むのでも忙しいっていうわけです。だから日本人が書いたものはやんなくていいっていうか、もう読まないということで、日本文学の人もこれは漢文だからって言って読まなかったし、まあ、中国文学の人もこれは日本人のもんだから読まなくていいやっていうんで、この日本漢文学っていうのは実はかなり研究の上で何ていうかこう穴に
なってですね、こう欠けてる場所だった。で、これはまあ確かに、この漢文、彼らはまあ必ずしも中国語ができたわけではないんで、漢文訓読法でやってたんだと思いますけど、作品としてはね、これは全部漢字で漢文で書かれ、中国語、まあ、ある意味では中国語で書かれているので、だから皆さんが研究するには多分簡単というか楽にできるんだろうと思うんですね。だからまあこういう分野ありますので、ぜひ研究してやってくださいという、まあそんなわけで、最近何ですかね、中国大陸で、私はその言葉があんまり好きじゃないので使わないんですけど、イーワイウェンシエという、イーワイハンウェンとかいう言葉が流行ってるんですね。生きがいってね、なんかちょっと生きがいってなんかあまり嫌じゃないですか、私的にはね。だ僕は言わないんですけど、そういうことで割とその、中国の学者がやっぱりその日本の漢文学っていうのを最近研究始めてるんですね。そういうところはあると思います。いろいろ確か南京大学、南京大学ね、あそこが、そのイーワイハンシエ延中チョンシンとかいうのがあってですね、雑誌を作ってたりいろいろしています。そういう研究書もたくさん出して、まあ、そういう分野があることは、まあ、お話ししておきます。五山文学なんていうのはまさにそうです。それで、この時代の、まあ、日本語の文学作品としては、まあ、ちょっと有名なのは、これ1300頃と、まあ、大体分かんないんですけど、太平記っていう、太平記という、作品がありますね。でこれは、まあ、いわゆる、まあ、軍記物語という軍記物語という、ジャンルに入ると思いますが、まあ、平家物語というのがありますね。まあ、その後に生まれたものだと思います。のような、後のものですね。平家物語はもっと前のものですけど、でこれはさっきちらっと紹介しました、鎌倉時代の終わりから、南北朝時代にかけてのまあいろいろ戦があったりするわけですけど、まあ、そのあたりを題材にした、まあ、物語ですね。太平記っていうのがあります。で平家物語は実は最近台湾でチョン・チン・マオ先生がね翻訳を出されて、まあ、平家物語を、中国語で読むことはできます。で実はですね、この太平記っていうのも中国語版があるんですね。でこれがこれはまたいずれ江戸時代の話をするときに、まあ、改めて紹介したいと思いますけれども、江戸時代に、まあ、岡島寛山という岡島寛山というね、これ岡島って言うんですね、まあいいですかね、岡島寛山、岡島寛山という人がおりました。でこの人はまあ後の話になりますが、江戸時代の日本はいわゆる鎖国というのをしますよね。鎖国をします。で、まあ、鎖国といっても実は、外国の船は日本には来ていたわけで、長崎というところね、港には、オランダの船とそれから中国の船は、来ていたわけです。で、これ長崎の人なんですけど、そこに中国の船がやってきますので、まあ、当然、その中国語が話せる人がいないといけないわけですよね。
まあ、いわゆる通訳をできる人がいないといけない。これ、まあそういう人です。でこの岡島寛山は実はその、まあ、東通寺といわれる、その東通寺って言うんですね。これね、丹東寺、丹東寺って言ってくる、まあ、東通寺、これが中国語の、まあ、通訳にあたる、まあ、役目です。これはね。でこの岡島寛山は実はその東通寺をやっていて、彼は非常に中国語ができたんですね。で中国語っていうか、いわゆる中国の口語、白話、白話、話し言葉がよくできたわけです。それで、一つには彼が、日本で初めて最初に中国の水滸伝ですね、シュイフジュアン、ちょっとこの、署名のこの括弧もこれ日本式ですのでね、注意してくださいね。中国のだとこの二重鍵だけどね、日本では これが署名に なりますので、この水滸伝がありますが、その水滸伝の初めて日本語に翻訳したっていうのはこの岡島寛山という人なんですね。で、これが大変流行して、まあ、江戸時代にこう、まあ、水滸伝がものすごく流行いたします。で、それで一方ですね、ですから彼は中国語の水滸伝を日本語に翻訳するということと、それから実はこの太平記ね、この太平記の物語を中国語にしたんだね。中国の白話小説の形でね、太平記演義という。三光演義っていうのと同じね、太平記演義という、本を書いています。ですからこの彼のその太平記演義を見れば、実はこの太平記も中国語で、しかもこれジャンホイシャオシオのね、紹介小説の形になってるんですね。で、そういうものがあります。それからもう一つ、この室町時代に、非常に重要なというか、これもやっぱり考えなければいけない問題というのが、室町時代の日本ではいわゆる何ですかね、能楽、お能です。これは演劇ですね、ノンユエ、お能というのがこの室町時代に、成立をしています。まあ、特に有名な、世阿弥という人が、世阿弥という人がいますけど、世阿弥って言うんだねこれね、世阿弥というのが、これの人が、1363年から、1443というぐらいの人ですので、まあ、ちょうど、まあ、明の初めぐらいにあたる時期に活躍した人ということになります。で、この能楽、お能というのが、まあ、これは実は日本でもまあ、今でもね、お能をやってる人はたくさんいるわけですけれど、まあ、いわゆる演劇、お芝居、演劇らしい、まあ、演劇の、まあ、最初のものというかね、まあ、それ以前にも簡単なこう踊りとかですね、そういうものはあったと思うんですけど、いわゆる、まあ、ちゃんとした演劇として成立した、まあ、最初といえば最初にあたるものですよね。でこれがこの明の初めの時代に日本に現れたわけです。でこれ実はまあさらに言えばこの今でもたくさんこのお能というのは非常に一つ一つの劇が、まあ、短いものなんですけれど、
だからたくさん演目があるわけですね。種類がたくさんあります。でその中でだから例えば、その楊貴妃なんていうのは、なんていう、お能があるんですね。でこれはその楊貴妃の幻想皇帝と楊貴妃の物語を、まあ、お能に物語にしたものですし、まあ、これは博楽天の長言歌だね、あのチャンヘンクーだね、その長言歌が、まあ、一番元になって、作られていると思いますけれど、まあ、楊貴妃というのがあったり、それから、まあ、他にもたくさんあるんですよ。例えば、簡単なんていうのもあります。でこれ簡単っていうのは何かっていうと、これはその簡単夢の枕ですね。東大の小説で珍中記ジェンチョンチーというのがありますでしょ。簡単夢の枕でね、簡単の人が、夢の中でいろんなところへ行くという、その簡単の話、これは東大のその珍中記が元になっているし、まあ、つまり、中国文学の作品あるいは中国の歴史の物語が、この能楽の題材になっているっていうものが、まあ、たくさんあることです。で、これがまあ確かにその中国との関係なんですけど、さらにですねこれ考えると、一方でその中国のこの演劇ということを考えるとですね、中国の演劇っていうのは一体いつから始まってるんですか。中国の演劇っていうのも、まあ、もちろん古い時代からいろいろなものはありますけれど、やっぱりいわゆる今日の目から見て、演劇らしい演劇っていうのが出来上がるのが、いわゆる元雑劇というやつじゃないですか。ユアンザーチュー、原曲だよね。で、まあ原曲あるいはまあ原雑劇ですね。原雑劇、これがですね、元の時代に、まあ、中国で幻雑劇というものが初めて成立したと、それとほんのちょっと遅れて日本で、この能楽っていうものができたんだね。それから、詳しいことはなんですけど、実は幻雑劇というのはこれはだいたい1本4節、つまり一つのお芝居がだいたい4幕から構成されていて、後のいわゆる、南極といいますか、電気だね、チュアンチ、民進の時代のその電気というその長編のものに比べると、まあ、ものすごい短いわけだよね。でお能がですね、実はこれもまさにだいたい前半と後半という、まあ、いわば二幕なんですね。だからすごく短い。でその長さをとってみても、その幻雑劇と日本のお能っていうのはなんかよく似てるんだね。でそれから歌う人、歌を歌う人なんですけど、幻雑劇はこれはそのタンとか、モーとか、つまりチョンタンチョンモーね、聖タン聖末、つまり男の主人公か女の主人公か、その一つのお芝居の中で一人の役者しか歌は歌わないんだよね。他の登場人物はいるんですよ、他にもね。だけど一人の人しか歌は歌わない。でこれはまあなんていうか、多分そういうスターみたいな役者さんがあんまりたくさんいなかったんだろうね。でところが、明代とか清代の後の、いわゆる伝記になると、例えば、タオホアシャン、桃花仙とか、ブタンティンですか、ボタンテでもそうなんですけど、あれはみんなが歌えるんだね、全員が歌えるわけです。
で、ところがその原雑劇は一人しか歌わない。で、考えてみるとそのお能もそうなんですね。これしてといういわゆる中心になる役者さんがいて、その人が一人しか歌は歌わない。そんなような形で、だからすごく形の上でもこう似てるんですね、この原雑劇と原曲、原雑劇というのがね。で、時代が大体同じ時代で、なんかここで、この関係あるいは影響っていうのをこうぜひとも考えたいところなんですけど、これはですね、昔から日本の研究者が、何度もチャレンジをして、この関係をやってやろうとこう思っていろいろ研究をするんですけど、なんかやっぱり決定的な証拠っていうのがないんだね、これはね。つまり本ならばね、書物ならば、例えば白楽天がこういう詩を作って、日本人がこういう詩を作ったっていうのは、まあ文字の上ですごく簡単にわかるわけだけど、両方ともこれは演劇ですからね、舞台の上でやってて、テキストは残ってるかもしれないけど、脚本は残ってるかもしれないけど、その舞台でやって終わっちゃったら、もう今と違ってビデオもないし、ね、ビデオないし全くもう終わりなわけです。だから本当の決定的なところはよくわからないということになってるんですけど、これも実は、能楽と原曲、原曲と能楽というのが多分日本と中国のその比較文学ということ、特に演劇史の上で非常に大きな問題であろうと思います。これもぜひとも皆さんチャレンジしてみていただきたいというテーマだと思います。それから、江戸時代に入りますとね、これはもういろいろとなテーマが、たくさん出てきて、これはもうちょっと、これから先の授業で具体的にやっていきたいと思いますけれども、江戸時代に関してはですね、江戸時代の比較っていうことで考えると、これはいろいろ山のようにテーマがあります。例えば詩文というようなことを考えてもですね、中国の明末に、円中楼、円行堂ですね、公安派と言われるそのユアン・ホンタオ、円行堂の詩というのが、日本にも入ってきて、これが大変影響を受ける、影響を与えています。日本でこれは元正という、お坊さんなんですけどね、元正上人という、お坊さんがいて、彼の詩というのは、この円行堂の影響を非常に強く受けてですね、詩を作っていると、そういうようなのがあります。それからさらにもっと有名なのが、いわゆる、李伴寮、李伴論ですね、明代の、このいわゆる、地図というやつです、七支というやつでね、この二育派といいますかね、義古派ですよね。これ実はそのチェンチーズ、ホウチーズというのは中国ではあるいは大体これはニークーパイというふうに、ギコ派というふうにね、言われております。で、このギコ派の人たちっていうのは日本でものすごく流行、これもまた流行するわけなんですけれど、この人たち日本ではですね、古文字派っていうふうに言われるんですね。多分、古文字派って言っても中国では誰も分かんないんじゃないかと思うんですけど、日本ではですね、そういう特別な呼び名ができちゃうくらいに、流行ったということなんでしょうね、古文字派で。この
離反料の、まあ、特に影響を受け、まあ、それを盛んに、まあ、なんというか紹介したのが、荻生徂徠という人です。荻生、これは徂徠、荻生というんだね、これね、徂徠。その荻生徂徠、この荻生徂徠という人もまあ非常に面白い人で、今回のお話の中では重要なテーマの一人になると思います。荻生徂徠は実はその彼はその漢文訓読法というやつに反対したんですね。そういう人です。中国語の文章はちゃんと中国語の順番で読まなきゃダメだと。訓読だとこう日本語にひっくり返って読むわけですけど、そういうのじゃおかしいとこういうことを最初に言った人ですね。それ以外にもこの荻生徂徠という人はとにかくかなり江戸時代にいろいろな意味で影響のあった人ということになります。で、彼がその一番の、まあ、大元というか中国で影響を受けたのがそのいわゆる古文字派のこの離反料なんだね。まあ、そういう話はもう江戸時代になるとたくさんあります。それからちょっとついでにちょっと紹介しておきますけれども、日本で大変に流行した中国のその詩文集というものですね。日本人みんな誰でも漢文の勉強をまあちょっとこう教養のあるというか学問をしようという人はみんなその中国の漢詩文を勉強したわけですけど、その時にですねみんなが勉強したその教科書っていうのが実はある。で、これがまあその一つは古文新報っていう本なんだね。ほう、宝という字ね、これね。バオペイのバオという字、グウエンチェンバオ、古文新報で、これ聞いたことある人いますこんな本あんまりこれ日本ではじゃない、中国では全然有名な本じゃないんだね、これね。一応これは、まあ宗末原書ぐらいの、まあ、これもちょっといくつか説があるんですけど、光顕という人が編集したというふうに言われている、まあ、その詩文集ですね。で、この古文新報っていう本が実は日本で、まず最初はその五山の、五山文学という話をさっきしましたけど、五山のお坊さんたちが読み始めて、でそれ以来もう江戸時代にはですね、もうこの古文新報の、まあ、日本で、出版されたテキストっていうのはもう数限りないほどもうあるんですね。つまりそれだけみんなが読んだ。で、まあ、そういうものです。で、それからもう一つ実は日本で一番流行っている江戸時代に、まあ、特に読まれた詩集というのが唐詩選で、この唐詩選という本もこれはまあ実はこの離反料、この離反論、いわゆる古文字派の考え方に基づいて、この古文字派の人たちは何ですかね、ウェンピーチンハン、CP ションタンというでしょ、文は必ず新刊、詩は必ず正当という、でその詩は必ず正当というね、そういう正当詩ばっかり入ってるんですね、この唐詩選はね。つまりその唐詩選とは言ってるんだけど、すごい偏った唐詩選なんですわ。で、しかしこれが日本でとにかく江戸時代に、まあ多分江戸時代を通じて一番売れた本じゃないかと言われるくらいにみんなが読んだわけです。で、ただしこれ今お話してますように古文新報も唐詩選も実は中国ではほとんどなんていうか誰も読まないというか相手にされてない本なんですね。
で、そういうものが日本に来て、日本では大流行しちゃったと、いうところがあると思います。まあ、この辺ですから、こうちょっと比較文学ということで考えるときに、まあ、日本人が漢文学といったときにどんなものを読んでたかっていうことをね、一応知るために、こういうものを読んでたんだということを、まあ、ちょっと紹介しておく必要も、あるかなということであります。まあ、いろいろ日本のですね、ごめんなさい、その中国の民進時代の文学作品と、まあ、日本の、まあ、主として江戸時代の文学作品ということを考えると、いろいろなテーマ、今ちょっとお話ししましたように、まあ、例えば離反領と牛祖来とかですね、いろいろなテーマが、まあ、あるわけです。それから、この古文新報とか投資戦とかが日本でものすごく流行ったっていうのも、やっぱりこれはちょっと中国ではない現象なので、まあ、ちょっとお話をしておく必要もあるかなと思っています。で、それからあともう一つ、一つだけ、ざっとしたお話をしておくと、あとはまあ小説ですね。これはいろいろなものが日本で、影響を与えておりますけれども、まず、これは明の初めにですね、中央九遊だね、九遊という人が、これ戦闘神話戦闘神話というかジェントン神話という、まあ、いろいろ面白い、まあ、幽霊の話やなども含めてですね、ある物語ですが、この戦闘神話が非常に読まれて、まあ、いわば戦闘神話を翻訳したような、日本のお話というのが、まあ、たくさん書かれていますね。あ、ごめんなさい、神話だ、ごめんなさい、シーシュオ神友ならね、神友だけどね、戦闘神話ですね。これは日本人は大体あんまり真面目な民族じゃないんじゃないかと思っておりますので、こういう中国で戦闘神話というようなものが来ますとですね、江戸時代に、まあ、こんなような本が、できるんですね。で、これ戦闘神話ってでしょ、これも戦闘神話って言うんですけど、まあ、戦闘っていうのは最近日本でだいぶなくなっちゃってますけど、あれなんて言ったらいいんですよね、まあ、要するにお風呂屋さんですね、お金払ってこうお風呂に入るその銭湯なんですけど、この銭湯の物語になっちゃうと、でこれはまあ要するにそのジェントンと銭湯、まあ、銭湯でね、日本語で読み方が同じなので、まあ、一種のシャレなんですけど、まあ、要するにこれ銭湯神話ってこう言った時に、まあ、お風呂屋さんの銭湯はまあ冗談なんだけど、こっちの戦闘神話を知らなかったらこう面白くないですよね、あんまりね。だから要するにこういう本が出たっていうことは、まあ、みんなこっちを知ってたと、あのシャレだなというのが分かったということですから、まあ、要するにそれだけ流行ったんだろうね、おそらく。これはまあ冗談です。それから、あと、そのこれはまあ私の専門になりますけど、風貌流のそのフォンモン論のその三言、これが日本で結構読まれもし、その三言のまあ影響を受けた小説作品というのがいくつも出ますね。で、一番有名なのがまあ上田明成という人の雨月物語という。
雨月物語という、小説集、まあ、あの物語集がありますが、この雨月物語の中には、この三元の物語を、まあ、そのまま翻訳というか、ちょっとこれが翻訳とはちょっと違うんですけれど、物語をですね、中国の三元、つまり例えば中国で有名な三元の形成通言ね、陳氏吞炎の中にいわゆる白蛇伝の物語があるでしょ。いわゆる白蛇伝の話がありますね。でその白蛇伝の話、形成通言のその物語をこの雨月物語の中に入ってるわけですが、形成通言の物語は、まあ、当然中国が舞台で、登場人物も中国の人の名前ですね、シュシュアンとかね、そういうで、ところが、これ物語のあらすじはほとんど同じなのに、この雨月物語の話は、舞台が日本になって、そして、登場人物も日本なんですね、日本人の名前になってる。でだけどあらすじはほとんどその三元の物語を踏襲していると、まあ、こういうの、日本語でつまり何て言うんでしょうね、ファン译というふうにね、翻訳というふうに言ってしまうと、これは全く中国の物語をそっくりそのまま日本語に置き換えている、まあ、例えば水滸伝の翻訳なんていうのはさっき紹介しましたね、岡島寛山の水滸伝の翻訳なんていうのはまさに翻訳なんですね。孫子安、孫光は孫光といって出てくるし、李悔は李悔として出てくるわけです。でところが今のその白蛇伝の物語を、まあ、日本の物語にこう作り変えて、だけどまあ翻訳みたいになってるって、こういうのはこれ多分日本中国語ではあんまりこういう言い方しないだろうね。こういうのをね、翻案っていうんですね。翻案と言います。まあ翻案小説はね、翻案っていう、まあ要するにそういう翻案したものが、たくさん出ます。でそれからあともう一つ、まあ非常に有名なのがさっきも出ましたけど、その水滸伝ね。水滸伝、これはまあこれもやっぱりいろいろ日本で、こうなんとか水滸伝ってね、こう上になんかつくんですね。なんか女水滸伝とかね、なんかいろは水滸伝とかなんかよくわかりませんけど、まあとにかくそういう、なんとか水滸伝っていうのはこういっぱい出る。日本町水滸伝とかね、日本水滸伝とかね。まあ、そういうのがたくさんで、とにかく水滸伝っていう名前が書いてあると多分みんな喜んで読んだんですね。でそういうようなものもありますし、それから水滸伝の影響を決定的に受けた日本の作品っていうのがいわゆる八犬伝というやつだと思います。馬琴というしね、作家が書いてます、その八犬伝。でこれはもうこれはまた後で詳しくやろうと思いますけど、決定的にもう水滸伝のを下敷きにして物語を作ってるんだね。いろいろなところがもう本当に水滸伝そのままと言っていいくらいで、まあ、そういうようなものがいろいろ問題として出てくるかと思います。で日本の民心文学ということが問題だとね、例えば他の小説も結構いろいろ影響はあるんですね。三国演義とかね、それからまあ金瓶梅なんていうのも日本でもちゃんと読まれて、陳品名だね、読まれていたりして、ものはあります。でそれから民心の小説っていうとやっぱりその孔老夢がね、孔老夢はどうなんだという話は非常に気になるんですが、ここら辺はやっぱり何ていうか中国の小説が出て、
それが本当にこう日本に受け入れられて、日本で流行るまでにかなりこう時間がかかってるんだね。やっぱり100年ぐらい経って、あの本当の影響っていうのが多分出てきてるっていう、まあ、そんな感じだと思います。で、コロームはやっぱり割と遅いんだよね。でつまり今ここで出てるあの三言にしても水滸伝にしても戦闘神話にしても、これは明代の小説なわけですよね。で清朝になって、書かれた小説っていうのは確かに日本に入ってきてるんだね。長崎を通して、航路もかなり早い段階で日本に来てるんだけど、やっぱりその航路が日本に本当に影響を与えるようになるためには多分もうちょっと時間がかかったんだと思うんですね。で100年だから、航路が日本に来てから100年経つ前に多分明治維新になってしまったんだな。でヨーロッパのものがわーっと入ってきてしまって、みんなそっちに興味を持つようになっちゃった。だけど実はその後じわじわとですね、コロームもあのやっぱり受け入れられるようになっているというところなんだな。まあどうでもいい話ですけど、あの何年か前に あんまり有名じゃない日本の作家が、あのなんかコローム殺人事件っていう、翻弄門シャーレンシーチエン、コローム殺人事件っていうなんかその推理小説みたいなのを書いたのね。でこれはね、やっぱり一応そのさっき あの戦闘神話じゃないけど、あのコロームっていうものをやっぱり一応日本人誰かが知ってるということがないとそんな作品書かないだろうからね。だからまあ、最近になって、まあ、やっぱりそれは読んでるかどうか知りませんけど、まあ、コロームという作品もそれなりに、有名になったんだろうという、まあ、コローム殺人事件というのが出てね、なんとなんとかそういう気がしたわけです。まあその辺いろいろ、あの良妻子ってあるね、良妻子ね、あれもあのいろいろこう比較文学を考えるときには面白い問題があるんだね。まあ、それはあの後のお楽しみということにしておきましょう。それで、まあこういうようなテーマはあの非常にたくさん次から次へとまあ出てくるわけですけれども、あの今回の授業で、まあ考えてみたいということは、あのさらにもう少しその根本的といいますか、基礎的といいますか、まあ、そういう話なわけです。でこれはあのつまり、言語言葉の問題ということですね。でつまり、中国文学の作品を、まあ、日本人が読んだということは確かで、それなりに影響を受けた、まあ、作品を日本人が書いたいうことは間違いないんですね。では一体彼らは、どうやってやって、その中国語の文章を読んだのであろうかということが、あの今回のちょっと最初の、ま、テーマにしてみたいというふうに思うわけです。で、ご存知のように、まあ、さっきもちらっと申しましたけれど、こう中国語と日本語っていうのはあの全く別の言葉ですよね。全く別の言葉であります。で、その日本人が、全く別の言葉である、中国語で書かれた書物を読むためには、どうしたらいいかということなわけですね。でこれは、まあ、逆に言えば皆さんが、例えばその、まあ、台湾で生まれ育って、それで、日本語の本を読むためにはどうしたらいいかとかね、あるいは、英語の本を読むためにはどうしたらいいかって、まあ、そういうふうに考えてみると、まあ、それと同じことじゃないかと思うんですが、例えばですね、今我々が英語の本、シェイクスピアなんていうものを読もうと思ったらやっぱりどうするかっていうことなんですけれどね。でこれはまあ、翻訳で読んじゃえばまあそれはいいんだけど、それはちょっと脇に置いてですね、シェイクスピアのものをシェイクスピアの作品をそのまま読もうと思ったら、これはまあ
大体まずは英語を勉強しますよね。当然ね。だから英語を勉強して、で、どんどん勉強して、シェイクスピアの英語って古いじゃないですか。なんかね、あれ実際読むとね。だけど、まあそれは基本的にはその変わっていないので、あ、この単語が今ならこれに当たるんだっていうのが分かれば、ある程度読めるわけですから、あのとにかく英語を勉強して、そしてその古い時代の英語にまあ、あのたどり着くと、まあ、これが普通の勉強法だと思うんだよね。でところがですね、だからまあ考えてみれば、中国語の本を読むためには、中国語の勉強をしなきゃいけませんよと、中国語の本が読みたかったら中国語をやってくださいというのが、まあ、いわば普通のというか当然の筋なわけですよね。で、事実まあ、あのさっき言ったようなその荻生徂徠みたいな人はそういうことを主張したし、それから特に日本でも、最近といいますか、まあ、あのこれは実は私自身の歴史というか学統といいますかね、あの東京大学の中国文学科の歴史と非常に深く関係があるんですけど、私ちょっと脱線しますが、私の先生の先生にあたる先生っていうのがおられました。倉石先生という先生なんですね。倉石武四郎先生。倉石というんですね。武四郎。倉石武四郎先生、この倉石先生はあの実はその荻生徂徠と同じことを主張されて、つまり、中国語、つまりやっぱりその当時の大学の外国文学科っていうのはいっぱいあるわけですよね。でフランス文学科もある、 イギリス文学科もある、ドイツ文学科もある。でそういう中で、中国文学科があるわけですけれども、英文学を見たって、ドイツ文学を見たって、フランス文学を見たって、その国の作品を読もうと思ったら、まず自分の国の勉強、あ、その言葉を勉強するじゃないかってわけですよね。で中国文学だと同じだということを、まあ、極めて当たり前といえば当たり前のことをまあ主張されて、まあ、倉石先生は、あ、でそれ以前の、まあ、つまりその倉石先生の倉石先生にあたる先生っていうのは漢文訓読派だったわけです。で、その倉石先生がその後を継がれて、東大の研究室にあったその漢文の本をですね、全部倉庫にしまってしまわれたんですね。見ちゃいかんと、学生は漢文をやってはいかんと言ってですね、その訓読が禁止されておられたわけです。で中国語をやって中国語の本を読めと。でそれが私の先生の先生だから、僕が習った先生たちっていうのはその倉石先生の学生さんたちなんで、あんまり訓読はだからやらなかったわけね。でだから私が今ここでこうわざわざというか、こう台湾大学へ来て訓読を教えてるなんて言ったらですね、もう多分倉石先生は真っ赤に怒られてあの、なんか化けて出られるんじゃないかと。どうもなんか昨日も一昨日も真夜中に目が覚めてしまうのはなんかそのせいではないか、なんかそういう感じをしてるんですが、まあ、そういう実は歴史があるんだね。でも私は、まあ、個人的な考えで言えば、これはまあ中国文学科の僕の授業で特に文言を読む時ですけど、やり方としてはまずは中国語で読む、中国語で読むっていうのが第一原則で、でその後それを日本語で、まあ翻訳して注釈をして、そして一番最後に、訓読でも読んでみるっていう。だからその中国語と訓読と両方できると何よりも強いんじゃないかっていうのが私の考え方で、でこの訓読法は後でも申しますけど、実は中国の方でもやっぱり文言を読むとき、文語を読むときには非常に役に立つんだと思うんですね。ですから、まあそんなことで倉石先生の教えに背いてですね、私は、大変辛いんですけど、訓読をやろうとこう思い立ったわけです。で
そういうふうにですね、日本人はそれでは、どうやって、あ、それでまあさっきの話に戻しますと、中国語の文章を読むためには、中国語を勉強して、まあ、読むのが当然だというのは、まあ、確かにそうなんですけれど、実はですね、大部分の日本人、まあ、はっきり言って90%以上の、日本人は中国語を勉強したことはない。だけど中国語の文語の文章を読んできたわけです。で、それがいわゆるその漢文訓読法という方法で、読んできたということなんですね。ちょっと暗い先生先に出しちゃいけないんですけど、漢文訓読法という、それをやってみたいということです。で、倉石先生は北京に留学をされてたんですね。で、北京に2年間ぐらい留学をされて、それで日本に帰ってこられるときに、玄界灘っていうの分かりますか？福岡、九州あたりの、海、ね、中国から船で帰ってこようと思うと、まあ、その辺を通りますわね。で、この漢文訓読は玄界灘に捨ててきましたというふうにおっしゃりました。その玄界灘からこう流れて台北に今来てるという、まあ、そんな感じだと思いますけど、その漢文訓読法っていうのをまあやってみたいということです。で、実はまあこの漢文というものなんですけれど、これ中国語ではね、この意味での漢文という言葉はないはずなんだな。漢文といったらその漢代だ、文ちゃんの意味でね、漢代の文章の意味になってしまいますね。だけど日本ではこれは要するに和文に対して漢文なんですね。だいたい和漢という言い方を、まあ、しますので、和文に対して漢文ですから、まあ、日本で昔から我々がこう文章を書くといったら、まあ、いわゆる純粋な日本語の文章で書くか、あるいはその漢文を書くか、あるいは後で申しますように漢文風の日本語を書くか、大体どっちかなんですね。で、この実は漢文というのが戦前の、まあ、つまり戦前のじゃないね、今でもだ、日本のいわゆる中学校高等学校のその学科の中の、名前の一つにもなってるんですね。漢文という授業があるわけです。まああったと言った方がいいんですけどね、本当はね。で、これは旧制と新制でだいぶ違ってるんですが、ちょっと横になりますけどね、日本の学校制度っていうのはいわゆる戦前ですね、まあ、1940、戦前、まあ、いわゆる旧制と言ってます。これ旧制の場合の方が非常に複雑にいろいろ師範学校とか、それから軍隊の学校があったりしてですね、複雑なんですけど、基本的には、小学校、中学校、それから高等学校、から大学という、まあ、今と、まあ、言葉の上では、まあ、同じような制度ですね。で、これがただし、戦前の場合これ小学校6年それから中学校が5年なんですね。それから高等学校っていうのが3年、大学が3年という、まあ、こういう、制度でした。で、それが、戦後になって、これはやっぱり小学校、中学校、高等学校
大学とこうなるわけですけれど、これが6334とこうなってですね、まあ要するに、戦前のこのいわゆる高等学校っていうのと、この大学がこう一緒になって、戦後の大学になったんですね。でだから戦前この中学校っていうのが、まあ、大体今の高校中学っていうのにまあ大体一致するわけ。私も見ましたけど、カノーという映画があったでしょ。鍵農林のね、甲子園に行く話なんですが、その甲子園の野球は今高校野球って言ってるんです。高校野球、高等学校野球大会で、これは今はここの選手がやってるわけね。であれカノーを見た時に皆さん気づいた？あれ全国中等学校野球選手権大会、中学なんです。だから昔はその甲子園はこの中学生の野球の大会だったわけね。だからちゃんと、甲子園、映画の中でもそこはちゃんと、中学校、中等学校かな、野球選手権大会こうなってるはず。でそういうふうに違うね。で、まあこれはあれなんですが、要するにこの中でもう中学校以上、特に戦前の中学校以上、それからまあ戦後はこの高校以上に全てこの漢文っていう授業がこう必修のものとしてこうあったわけです。で、今でも大学の、それで何て言うんですかね、これ戦前の今だとまあそうですね、小学校から勉強してきて、中学へ行って高校に行って、まあ大学入るっていうのがまあ一番なんていうのかな、大事なっていうか、嬉しいというか、なんかよく分かりませんけど、まあ大変なところだと思うんですけど、まあ、戦前の場合はね、ここが一番厳しい関門だったのね。この高等学校というところ入るところが大変で、高校から大学っていうのはほとんど定員が同じだと。だから高等学校に入れば大体みんな大学っていうのは行けたんですね。ですから高等学校に入るっていうのがまあ大変だった。それからまあこれももう脱線もいいところなんですけど、東京大学ね、私の東大なんですけど、その東京大学は大体大きく2つキャンパスがあるんだね、学校はね。で、駒場っていうキャンパスと、ちょっと突然横になっちゃって悪いけど、まあその駒場というキャンパスがあって、それから本郷というキャンパスがあって、まあ、この2つ、まあ、もう一つ最近新しくできたところもありますけど、まあ、昔からあるのはこの駒場と本郷なんですね。でこれが実はこの駒場のキャンパスっていうのが昔の第一高等学校という。第一高等学校というのがあった、その場所なんですね。で建物もですからこの第一高の建物がそのまま残っています。それからこの本郷っていうのがいわゆる東京帝国大学があったところで、でこれはだから戦前の制度としては第一高等学校帝国大学は別の学校ですからね、だったわけですけど、戦後になって、まあ、いわばこの高等学校と大学が大体一緒になって今の東京大学になったので、要するに、駒場の第一高等学校と本郷の帝国大学が一緒になって今の、まあ、東大になったと。で、東大の場合は必ず1年生2年生っていうのは
この駒場で勉強するんだね。あの入学試験受けて入るとまず駒場に2年間行って、でその後本郷3年生4年生が本郷のこの専門の学科、まあ、例えば文学部だとか理学部だとかそういうところへ行くっていう、まあ、そういう制度になってるんですね。だからこれは昔の、 あの高等学校の制度とすごくよく似てるわけです。まあ、これはあの脱線なんですけど、まあ、そんなようなことで、それで今、日本で大学の、まあ、入学試験っていう時に大体英数国って言います。英語数学国語って言うんですけどね。その英数国の3科目っていうのが、まあ、一番大事と、まあ、あと社会理科っていうのはあるんですけど、まあ、社会理科も含めてね、まあ、それよりもとにかく英数国と、まあ、その3つがとにかく一番肝心な3科目である。でこれがですね、戦前の、高等学校の入学試験なんかの時にこれはですね、英数国漢といったの。英数国漢といったんですね。だから要するに昔はこの漢文科の比率っていうのがものすごく高かったということです。でこれがどん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 戦後になってこの漢文がこうすごく縮小されてきてしまっている、まあ、そういう大きな流れの中にいると思うんですね。でちょっとまあこれはいろいろ話は前後して申し訳ないんですが、これ僕が使ってた高校の教科書だ。これ後ろの方にこう下手な字で大きやすしって書いてあるんですけどこんなのがね、あるんですね。で僕らの時はまだこう漢文上下って漢文でなってるでしょ、高等学校漢文だから独立してたんだね。これはね、漢文の授業ってあったわけで、これはいわゆる国語っていうものの中なんですけど、国語が現代文古文漢文っていうその3つのパートに分かれてたんだね。現代文っていうのは、まあ、いわば今現在の文章、それから古文っていうのは、まあ、日本の古い文章ね、源氏物語とかなんかここで習うわけだね。でそれから漢文とこうあったわけ で、ところが今は最近の国語はなんかもう漢文っていうのがなんか独立して学科になってなくて、古文もどうも独立してなくて、全部国語っていうやつの中にちょっとだけ入ってるっていう感じになってですね、なんかこう、こう漢字漢文の能力っていうのが、まあ、どんどん落ちていくという、まあ、そういういろいろ問題を感じているわけなんですけどね。でただ今でもこれない大学も結構ありますけど、大学の入学試験、大学の入学試験で漢文の問題が出るっていう学校はあって、まあそういうのがあるからね、漢文も、まだなんとかやっていられるので、本当なんか冗談で言ってますけど、東大の入学試験は漢文があるんだね。でもし東大の入学試験で、漢文の問題を出すのをやめたら、もうこの学科は消えてしまうのではないかという、本当にそんな感じなんですけど、で、まあ、我々のところはこんなようなものでした。ちょっとお回ししますね、これね。ちょっと、これは私がだから理博の詩とか徒歩の詩とか、なんとかっての昔はこれで勉強したということで、で、これ今ねあれなんですが、こんなものも持ってきたんですけどね、これ僕のコレクション、戦前のね漢文の教科書、これだから全部揃ってないんだけど、こんなに厚くてこんなにいっぱいあるんだけど、これがね牧5牧6牧7ですよ。だからこれ中学校の教科書ね、中学校って5年でしょ、5年たった5年の間に
これ少なくとも7冊か8冊この漢文の授業教科書やるわけです。結構すごいですよこれ。で、かなりもうなんか今の何ですかね、タイダーでもああいうなんとかクオウェンとかいう授業で読んでるようなものを結構この中に入っていてですね、これもマスね、こういうようなものでですね、昔は勉強していたわけです。だから漢文っていうのの比率が、まあ、随分高かったということですね。で、さてそれで実は今日ちょっとだけ説明してみたいのは、お配りをした資料ありますね。この論語ってやつをちょっと見てください。論語で、これが実は私今お回ししてるどのやつかな、漢文上ってやつかな、それだね。その中からコピー取ったんです。最初に論語習った時の教科書なんですね。それで論語と、論語って分かります？論語ね、論語です。で、この論語を、まあ、我々は、まあ、要するに漢文の時間あるいはそのかつての日本人はですね、今これ最初のその学事編読んでみたいと思いますのでちょっと見ててね。でこれを、詩曰く、学んで時にこれをなろう、また喜ばしからずや、ともあり遠方より来たる、また楽しからずや、人知らずして憤らず、また君子ならずや、というふうに、訓読をして、理解したわけです。で、これは我々っていうか日本人は詩曰くというふうにまず最初の図ゆえをね、詩曰くと読むわけですけど、この詩という字は図と読むんだとかで、あるいはその曰くはゆえと読むんだとか、これ全然知らないわけです。でも知らなくても、ここに見ていただくと漢字の原文があって、でそこにいろいろ符号がついてますね。それからそこの周りにいろいろな仮名が、カタカナひらがないろいろこう書いてありますね。でこれを頼りに今のように読めるっていうわけなんです。中国語ができなくてもね。それで、詩曰く、学んで時にこれをなろう、また喜ばしからずやと、まあ、こういうふうに、読んでいけるということなんですね。で今教科書を回してますけど、どんな文章もこうやってやって読めちゃうということなんですね。で実は、日本で江戸時代、まあ、主として江戸時代とか、まあ、そういう時代に、子どもたちが、みんな漢文を習ったわけです。漢学を習ったわけですね。論語なんていうのはみんなが読んでました。でその時に、どういうふうに習ったかと言いますと、これ素読っていうんですね。素読という方法があって、でこれは要するに、その学生さんたちはみんな論語のテキスト教科書を、まあ、持っていて、で、先生がその読むのについて後について読む、声を出して読むと。でそれで意味なんか説明しない、これはどういう意味ですかなんてことは全然言わないんですね。でとにかくそれをもう何回も何回も繰り返して、で覚えてしまうと。で覚えるまで読む、でそうするとだんだん分かってくるという、まあそういう教育法なんだね。やってみましょう今。私が読みますので、少しずつ切って読みますからね。読んでみてください、私の後についてね。はい、昔の本当江戸時代ってこうやって習った。詩曰く、はい、学んで時に、はい、これを習う、また喜ばしからずや、ともあり遠方より来たる、ね、よーぽんつーいわんファンライっていうのは、ともあり遠方より来たるってわけです。また楽しからずや、
人知らずして憤らず。憤らずね。また君子ならずや。というふうに読んでいくわけです。で次のやつも、子曰く学んで思わざればすなわち暮らし、思うて学ばざればすなわち危うしと、というふうにこれ読んで日本語になっちゃってるんですから、これわかるわけですね。でもちろん一番大事なことはですね、なんでわかるかっていうと、一番大事なことは要するに日本人も漢字を使って、漢字の意味がだんだん基本的には同じだからなんですね。死というと、まあ、大体死というふうに理解できるという、まあ、そういうことなので、学んでとか言えばね、学ぶっていうことの漢字の意味は大体分かってるという、そういうことがあるからこれができるんですけれども、まあ、こんな感じで、まあ、読んだということなんですね。そして、この文章を子曰くと、で、学んで時にと、今読んだやつなんですけどね、それを時に、これを習う、また喜ばしからずやと、まあこれはカタカナで書いたり、ひらがなで書いてもいいんですけど、大体こういう漢文系のものっていうのはカタカナで書くことが多かったですね。今はひらがなで書いちゃいますけど、実はこれなんていうか、日本語にひらがなとカタカナってありますけど、でなんか今はね、なんか先にひらがなって習うの、先にひらがな習うでしょ。でカタカナってなんか外来語とかなんかそういうのを書く時のものだとこう思ってるかもしれないけど、実は日本語の歴史の中ではカタカナの方が古いんだね。でだいたいカタカナの方が漢字、まあもちろん全部漢字から来てるんですけど、まあ要するに漢字の音を表すために、まあ、できてるわけだけど、カタカナの方はね、あ、まあこれはいいか、これでしょ、あいうえおっていうわけです。でこのあはカタカナのあはこれなんだね、この作りをこうあとしたんですね。いっていうのは、ごめんなさい、いはこれじゃないんで失礼、こっちのいだ、これはもう要するに単純にこのレンズパンを意味したと。うはここですね、えはここですね、がおはこれなんだね、という、まあ、そんな具合で、実はそのあいうえおの漢字の一部分を音を表す符号として使ったというだけで、まあこれはもう本当に漢字の音そのものなんだよね。でまあそんなわけです。ひらがなの方がだから何て言うんでしょうね、そういう女性には怒られるんだけど、あの頃だから男性はカタカ男性が書くものっていうのはカタカナを使ってるね。で女性が書く文字っていうのがひらがなだったりするわけです。だからまあなんというかちょっとこう言っちゃ悪いけど、こうなんかちょっと格の違いみたいなのがあるんだね。今だから逆転しちゃったわけです。こういうような文章が、まあ、できますね。でこれは漢文の書き下したいっていう、書き下しっていうんだね、まあ、書き下したい、こういう文章が、まあ、できるわけです。で、まあ、これをやるためにまあ、今これはまあ次回から詳しくお話ししますけど、この漢文の原文の周りにですね、いろいろ点をつけたり、送り仮名を振ったり、まあ、いろいろやっていくというわけだね。
それでですね、実は、中国文学の、日本における影響ということを、考えるために、かつての日本人が、この中国の文献をどういうふうに読んだかということを、体験してみようという、そういう意図で、今回準備しているわけなんですが、この、やっぱり漢文訓読法っていうことをですね、今回ちょっとやってみようと思ったもう一つの理由が実はあって、でこれは私、この授業は、日文系の授業なんですけど、僕は今台湾文学研究所の客員教授なんですね。でそこをちょっと考えて、実はこの中で、そのいわゆる、何ですか、日本の、植民地時代の文学とか、あるいは日本の植民地時代の歴史とか、そういうことを、研究しようという人がいるんではないかというふうに考えたわけです。でそうしますとですね、実はこの、これは何も台湾総督府に限らないんですけれども、かつての日本の、お役所が出していた公文書っていうのはありますね。これが実は基本的に全部このいわゆる漢文書き下し体というか、漢文脈の文章なんですね。で、日本語の文章っていうのは特にその書き言葉はさっき和文漢文とやりましたけど、和文脈漢文脈という、2つの流れがあります。で、これなんで漢文と言ってしまうと本当に全部漢字だけで書かれた、いわゆる中国語の文章になっちゃうんですけど、こういうね、つまり漢字の漢文を日本語に書き下したような文体、つまりある意味では逆に中国語に戻せるような、そういう文体っていうのを、これを漢文脈というんですね。でこの漢文脈というのが実は、かつてのお役所とかなんかで、使われていた、この文体なわけです。それで例えばですね、これ大正12年、ちょっとそういう台湾教育令という、こういう法律というかあれが出てるんですね。大正12年、どうもごめんなさい、大正11年勅令です。勅令第25という、で全然関係ないですけど、大正時代の年号っていうのは中華民国と同じだからね。これ民国11年なんだね。でこれが例えば第1条、台湾における教育は本令によると、こういう第1条があります。台湾における教育は本令によると、本台湾教育令によるという文章で、これはですね、若干苦しいんだけど、台湾におけるというのはまずその言う台湾とこうなりますわな。で、言う台湾、本当だったらこのだとかいうのが必要なんですけど、あるいはじとかいうのがね、言う台湾だ、チアを言う、本例によると言い便利というような、ちょっと変なあれですけど、一応中国語らしい文章にこう戻せるわけね。でつまり逆に言えば、これを書いてる人は、頭の中でどっかでその漢文っていうのがあるわけなんですね。ですから
おそらくこの漢文訓読の勉強をすると、このこういう台湾総督府やなんかで出ていたような、この公文書をですね、読むためにもなるんではないかということも、まあ、少しは考えたということです。でそれからもう一つ、皆さんこう日本語をまあ勉強されている方でもこの訓読っていうやつでやってみるとね、結局その文法が違うわけだよね。で、例えば日本語、あ、中国語だったら動詞が先に来て、目的語が後に来ると動詞とこうなるわけだな。だけど日本語だと本を読むっていうふうに目的語が先に来るとか、まあ、そういう文法構造が違うっていうのが実はこうどこでひっくり返るか、どこでひっくり返って読むかっていうようなことをやっていくと非常によくわかるんじゃないかと思うんだよね。つまり日本人が中国語を読むときには逆に言えば中国の文法に基づいて訓読をしなきゃいけないわけだけど、逆に訓読をやっていると日本語の構造も分かってくるんじゃないかという、まあ、そういう期待もあってですね、それでまあちょっといろいろ苦しい理由ではあるんですが、皆さんに漢文訓読をやってみようということです。で今日はだいたいそういう前置きにして、次回からですねこの、まずはこの返り点というやつね、こうひっくり返る符号の付け方、どういうふうに読むか、それからその送り仮名という、まあ、そのあたりから、本当に初歩的なところからですねちょっとやってみようと思っています。それじゃあ、今日はそこまでということで、じゃあまた来週。